ももしもしあなたねえ何かを忘れてないお弁当。 お昼のお弁当だよあなた今日忘れていったでしょああって今気づいたのもうお昼ご飯どうするつもりだったのよ まっ休憩何時まで1時半までねわかったマッハで届けに行きますもう…しっかりしてよね、パパ <laughs> こうやってパパって呼ぶとなんか実感が湧いてくるね。<laughs> あお腹の子もパパしっかりしてって言ってるよ。<laughs> うん今蹴った。 <laughs> 家に帰ったらいっぱい赤ちゃんとおしゃべりしていいからその前に私が作った愛妻弁当食べて午後のお仕事も頑張って。 おい <laughs> しいご飯作ってこの子と一緒に待ってるからうんありがとう気をつけて届けに行くねうんまた後でねはーい